美ちゃんはこの店よく来るの？だったら何よ。僕もお気に入りの店でよく来るんだ。趣味合うね。嬉しくない。ああ、見て見て、これも可愛いよ。え？ほらこれ、このフリルがいいよね。ちょっとアイト！ほら、手触りもすごくいいよ。かわいいパンツですね。資料だよ。だからかぶったり履いたりクンクンしたりなんかしてるんですよね。実は前に一度だけ。やっぱり知りたくない情報を。じゃあもうパンツ書かないよ。いや、書くなと言ってるわけじゃ。だってスケベはダメだって。パンツ以外のことを考えろって言ってんのよ。パンツ以外ね。おっぱいとすみません、こんなキモ音が手に触れてしまって。ごめんなさい、すぐ服から。大丈夫ですから。ブラジャー見ないようにして。服から。何するんですか。どうしよう。そうだ、布団敷かなきゃ。でも寝るなら着替えさせないと。失礼します。パンツも変えるべきだよね。何してんのよアイト、ちゃんと挨拶しなさい。ちっちゃくて可愛いね。舐めてんのか。すみません、こいつアホで。今回他のアシスタントが用で来れなくて。やりたぞ。ラフができたぞ。はや。うま。当然だろ。すごいね、セナちゃん。ご褒美にお菓子あげるね。